はい、基本ストロークの中でも、一番花形であるですね、オープンスラップというね、スラップって大体みんな言いますけども、奏法です。このように、アタックが強くて、甲高い音がしますね。オープンの奏法も紹介してるんですけれども、こっちはこう、丸みのある、ね、こう、温かい、人間味のある、と、さらにその上の、アクセントとしての要素が強いと。これまあ、言うならばドラマーの方、なるとわかると思いますけれども、これはオープンリムショットと同じことですね。まあ、ノーマルショットが、こういう音だとしたらですね、このリムのところにスティックを引っ掛けて演奏する、ね、カン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 と鋭い音がします、まさにそれだと思っていただいて結構ですね。使い道もほぼ一緒です、ですが、まあ、どうしてもこうパーカッションの性質上、まあリズムの中で、たくさんですね、こう、なんでしょう、ベーストーンの音があってね、オープンの音があって、そして、スラップの音がある。これを、こう、繋いでですね、まあ、ね、たった2本の手で、音をね、アクセントとかも入れながら変えていかなきゃいけないんですけれども、そこにこう、なんていうんですかね、こう、加えていくことで、まあ、リズムが形成されていくので、ちょっとですね、なるべく分かりやすくやれるかな、例を挙げて、やってみたいと思います。ベーストーンとオープンショットと、スラップを、混ぜて演奏しますね。わかりになりますかね。コンガでもやってみましょうかね。はい、これがオープン。で、ベーストーン。で、はい、こういう音が出ますね。例えばこういうパターンね、ベーストーンとオープンを、作っていて、この中にね、一つ二つ、このスラップの、甲高い音を入れていく。はい、このスラップという奏法はですね、まあ、一番痛い奏法だと思っていただいて結構です。痛いぐらいじゃないと、ちょっとなかなかいい音が出ないんですね。結構ですね、真ん中を狙うつもりで、僕はそういう風に打ってるんですけども、パーカッションの中心を狙いに行くんですけれども、届かないぐらいのところを、ちょっとこう、掴むイメージ、掴んだら離す。そういうイメージで演奏するといいと思います。これももちろん、力んで硬くなってしまっては、音がなかなか出ません。ですから、ムチのようにしならせて、掴むかなと思ったら離すみたいなんですね。ですから、オープンと違ってですね、指さっきここまでって言いましたけれども、もっと奥まで入ってます。ですが、中途半端に入れるとものすごく痛いので、逆にですね、このなんか小低の部分ぐらいまで入れるようなイメージで僕は、やってますね。はい。ここだと痛くありません。で、ここでムチのようにこうしならせて使ってもらって、指先で掴もうとして弾くみたいなね。ね。はい。相当痛いですけれども、頑張って練習してみてください。